私の収録のお供、今日はジャスミンティーです。おはようございます。さちこです。このチャンネルではサステナブルな暮らしを志す私の日々のこと、感じたことをお話ししています。暑いので、もうとにかく何か一区切りするごとにお茶かお水か何か飲んでます。今日は、今10時10分前なので、今から八百屋さんに行ってこようと思います。木曜日だけ八百屋さんが出てるんです。まあ、新鮮っていうのもあるんですが、運が良ければ普段パッケージに入っているものがバラで買えたり、まあでもそんなにスーパーと変わるわけではないんですけれども、可能性があるならということで、ちょこちょこ行っています。あんまり12時過ぎて午後の前半とかに行くと多分一番暑い時間帯になってしまうので、今のうちにいてこようと思います。とりあえず包丁だ。熱い。あ、見て、ただいま。ただいま。ただいま。ああ、もうハンカチがびしゃびしゃです。今日の買い物はこんな感じです。今日は大して「聞いて聞いて」っていうものがないんです。だね。トウモロコシは1日でも経つとすぐに実がシュワッとしぼんじゃうので、すぐにレンジでチンです。2分ぐらいでいいと思います。ちょっともう少しレンジの中で蒸らしておきます。できるだけ早く食べた方が美味しいっていうのは分かってるんですが、いつもポンって置いとくと忘れちゃって、 2,3 日後とかに食べるともう本当に身がシューってしぼんで、もう明らかに違いが出てくる。なので最近はとにかく買い物から帰ったらまずレンジに放り込んで、どんな食べ方するにしても下茹でしといて困ることはないかなと思うので、とりあえずこれします。で2分してそのまま温まってるレンジの中で置いておくと、冷めた頃にはちょうどいいかなっていう感じです。この皮ごとっていうのが味噌で、蒸らされるっていうのもいいんですが、これ剥いちゃうとなると蒸らしたかったらラップを使わないといけないので、それがやっぱり1回きりで捨てちゃうものだから良くない。それに皮を剥いてってなると、やっぱり買い物から帰ってきてこの暑い暑いっていう中なので、とりあえず荷物を下ろしてああってするともう忘れちゃうっていう感じなので、やっぱり皮ごとピピっていうのがいいかなと思います。今日のお昼は一人なので、なんか昨日かな食べたじゃがいも、これスイカカレーです。スイカの皮の白いところをカレー、インド風なスパイス3種類4種類とか使ったカレーです。半分くらいかな。結構辛いのでこれぐらい。以上。あ、もう一個カレーに組み合わせ的にどうなのかっていう感じなんですが、味噌汁、大根の味噌汁です。これもまた昨日のあれじゃない。私は普段からそうなんですけど、特に夏は火をあんまり使いたくないので、火を使う時は何でも多めに2食分とかできるだけたくさん作って、もう盛り付けたり温めたりするだけで食べられるという風にしておくのが好きです。いただきます。これ、スイカの皮と枝豆も入れました。うん。うんうん。着物を解きたいと思います。着物っていうか、この2つは襦袢、長襦袢なんですが、実家でゴソゴソしてもらってきました。絹って縮むので水洗いできないっていう風に言われているんですが、どっちも水洗いしました。というのも縮んでもいいから、もう洗っちゃって元の布の状態に戻して、でリメイクしようかなと思っています。もうこれもよく見るといろんなところにこうなんか汚れあったりするので、これこっち特に多分古いからかなり着物の色が映ってるのかもしれない。で汗かいて着物の色が映って、こんなオレンジっぽくなってるのかもしれない。なんか時代を感じるんですけど、その辺を避ければだいぶ大きな布が取れるかなと思いますし、じゃあ解きながら。着物は洋服と全然作り方が違って、ちゃんと洋裁と和裁師さんっているくらいで全然作り方が違うんですよね。なんかただ同じ技術で着物の形を作るか洋服を作るかっていう話じゃなくて、もう着物はすごいです。本当に基本手縫い、まあ安いものはミシンも使うみたいなんですが、でも手縫いだし、ほとんど縫い目も縫い代も全て隠されていて見えない。そして布は四角いまま使ってあるんですね、着物って。洋服って私作るからわかるんですけど、すっごい大量の端切れが出るんです。例えばまあここ切ったらここ端切れですし、肩もここまっすぐのようでいて斜めなので、斜めだったりちょっとカーブしていたりとかするので、ここが端切れになるし、で袖のパーツ取る時も結構なんかこんな形してたりするので端切れがとにかく多い。でも着物はどうやらもうない、全く捨てずに着物一着仕立てるようです。こうやって解くと着物の凄さがわかるんですよね。ほーってただ本当にさっき言ったように縫い目も縫い代も隠されてるので、取っかかりがわからない、どこからほどいたらいいのかわからないっていうのがありますが、それもなんか面白いと思います。昔の人はほとんどお裁縫できたようなので、着物の丈を直したり袖の長さ直したりできたみたいなんですね。着物も今洋服と一緒ですっごくたくさん捨てられているそうです。それこそ何トンっていう単位で捨てられているみたいなんです。その話を聞きまして、ああ洋服と同じく私洋服は今日もそうですね、上これ古着だし、下は古着ではないんですけれども、自分が20代の時に着ていたものをリメイクして長さを変えたスカートなんですが、あとさっき出かけていった時に履いていたサンダルも、古着って言いますか、中古のものです。そんな感じでできるだけ新品を買わないようにってしているんですが、今まで着物に目を向けたことはありませんでした。なんか着れないしって思っていたんですが、どうやらそれは深く考えすぎで、着物ってフォーマルだけじゃないっていうことを最近知りまして、いや多分昔から知ってはいたっていうか、普段着もあれば結婚式に着る着物もあるっていうのは多分考えなかったっていう感じでしょうか。現代の、私たち世代からは着物着るって言ったら成人式、七五三、成人式、結婚式で、結婚式も友達の結婚式で着物ってあんまり着る人もいますけど、あんまりそんなに多くないかなと思うので、ほとんどみんなワンピースとかで行ったりすると思うんですが、なのでもう何回か、浴衣を除けば何回かしか着たことがなくて、本当に馴染みのないものになっちゃってるなと思うんですが、そういう今まで私が数回着たことがある着物っていうのは全部フォーマル、お祝いとか式典とかそういったものにあたるかなと思うんですが、もちろん昔の人は普段から着物を着て、家事したり何かお仕事に出かけていったりとか着ていたわけなので、 T シャツにジーンズっていうのと同じレベルの着物がある。それを、考えたら普通なんですけど、改めてそういう表現で聞くと、ああなるほどねと思ったわけなんです。そんなこともあって、私すごく最近着物に興味がありまして、出てきまして、実家の着物を有効活用したいなと思ったり、今回これは溶いてますけどそのまま着れるものもあるので、今クリーニングに出してます。うちの家系本当にきちっぴしゃって感じで、もうきりだんすにきれいにしまってあって、たまには虫干ししてっていうのをしない家系だったのか、いろんな匂いが臭くて着れませんっていう感じで、これは是非とも着たいなと思うものはクリーニングに出しました。あとは古着、中古のものを買ったりとかしています。着物もそう、エシカルファッションとして取り上げられる内容だなっていうのを思いまして、今後ちょこちょここのチャンネルでも出てくるかもしれない。ようやくこれ襟のところが取れました。私は最近、ほんと最近です、ここ 1,2 ヶ月急に着物に興味が出てきて、今は YouTube でいろんな人の話を聞いて楽しんでるんですが、着物、現代で着物を楽しむとしたら、もう本当にいろんなやり方があるなと思って、正統派のきちんとした昔からの、ルールにのっとって着物を楽しむっていう人もいれば、もうその極端な反対側にいるのが、こんな洋服の上から何でも好きなものバッと羽織ってカーディガンとしてとか、ここベルトで留めてとか、もちろん靴も履いてとか、いろいろいらっしゃるんです。 YouTube の中でもいくつか段階、この人はこの辺だな、この人はこの辺だなっていうのが思いながらいろいろ見ています。私は正統派から外れる着方とかを自分がするかどうかは別として、けしからん着物を何だと思ってるんだみたいなのはないので、いろんな人のいろんな着物の着方を見て、自分はどんな格好がしたいのかなっていうのを今は考えているところです。聴者さんの中にも着物着る方いらっしゃいますが、ぜひ自分はどういう着物の着方が好きだとか、どういう素材が好きだとか、どんな時に着ていくかとか、そういったお話を知りたいですのでよければコメント欄に書いていってください。2つ目の荷物は母からでした。箱を開けると大量の袋、いろんなものが入っているんですが、これは私がゴミ捨て用のゴミ袋、何でもいいからという話をしたら、それ以来大量に袋をもらうようになりました。もうこれで何年か分はストックがあるんじゃないかなと思います。綺麗な袋を1枚挟んで、着物用の小物を使わないのがあったら欲しいと言って送ってもらいました。帯枕と襟芯、使いやすそうな色の帯揚げ、手触りがいいです。腰紐、家に腰紐大量にあるそうです。2本もらいました。それからこちらは襦袢、上下がセパレートになっているタイプを送ってくれました。これは巻きスカートのような形になっているんですが、裾のレースもう自分では絶対に買わないようなものなんですが、すごく乙女チック。そしてこっちが上半身に着る方で、こちらも袖口に可愛いレースがありました。次に羽織、多分祖母のものかなと思われるものです。こちらも羽織、これがすごく気に入ったんですけれど、ひいおばあちゃん、曽祖母の着物じゃないかなと思われます。こういうの銘仙なんでしょうか、ちょっと詳しくはないんですが、とっても好みでした。そしてこちらもまた大胆な柄で大正っぽいなーって思わせるものなんですが、こちらは夏物のようです。すごく薄い生地です。そしてなんだかほこりデザインの帯板。最後にまた綺麗な袋が出てきました。これ穴が開いてるんですけど、テープでちょいちょいっと塞いで使えるから、こういうのももらうよって言ってあるんです。以上、母みーちゃんからの荷物でした。左。謎うなぎ、これは限定1000個かなんかの販売だったそうで、夫が買いましたが、私はプラントベース始める前から魚食べなかったので、別にうなぎ食べたくもないし、うなぎの代替が出てきてくれなくても別に、私個人的には思うんですけれども、世の中の人はうなぎ好きな人多いと思うので、代替謎うなぎが出るのは良いかなと思います。だから私はほとんどうなぎ食べたことがなくて一口ぐらい食べたことあるかな、その程度なので、リアルかどうかは夫の味見にかかってます。ちょっと本当に見た目がリアルで怖い見た目がリアルで怖い。なんか見た目うなぎだよね。今日のご飯は謎うなぎといつかの大根味噌汁ときゅうりの酢の物。ほぼうなぎやな。ほぼうなぎ？だいぶいいってこと？うん。どの辺が詳しく。この、うん、なんかうなぎじゃない部分がちょっとある方ところに違和感があるぐらいで、うわっ、なんかこのぬるっとした感じうなぎじゃねえ。これはこの皮部分と中間層のとこかな、塗るは。うん。で、どの部分がうなぎっぽいっていうよりも、うん、なんかちょっと本物じゃないっぽいところがあるなっていうのが気になるくらいで。やっぱりさ、いろんな大豆肉製品あるじゃん。うん、それの共通した香り、これ大豆の香りなんだろうなっていうのがやっぱり感じる。その代わり魚臭さがなくて、私でも食べられる。皮がなんかあんまり皮ない方がいいかなって。いやでもいろんなさ、ハンバーグとかハムとか餃子とかいろいろ、いろんな製品に出てる中で言えばかなりいい出来の部類だね。あんまり食べたことない私からしたらこれうなぎだわ、完全に。うなぎじゃないって知ってたら、そういえばなんかちょっと違うかなっていうのがあるけど、だって言ったらさ、ハンバーグだってうなぎだって作る人とかお店とかいろいろあるじゃん、高級なのは安物とか、そういうなんかブレの中の一つぐらい、感じだ。実食。電子レンジで解凍した後のオーブンで表面を炙ったのでかなりいい感じに仕上がったかと。見た目は完全にうなぎ、味は食感が少しかまぼこ感はあるけどかなり頑張っていて、うなじろうなんかやはり自分で、うなじろうお店かゆで太郎みたいなものなんかちょっと安いうなぎ屋さんなんかな。結論ありうなんか写真だけ見たら本物だよね。こだわりがすごい。食べ比べてる人がいる。見た目や一口目はうなぎっぽさが出て後味に違いがあって、ああやっぱり後味がその大豆っぽい香りで、見た目一緒、見た目は全然写真だと分かんない。謎うなぎでもうまければ OK。 口の中に入った後の食感一緒だった。切り分ける時の感覚一緒だった。どんの上にあったら本物と信じる。質感がすごいんだよね、多分ね。結構みんななんか良い感じだね。ほら、皆様もいかがでしょうかっていう人もいる。今回も送料がこれは今回は送料込み2370円。一食？一食そうだったのかな。うわー、それは高いな。冷凍だしなかなかのクオリティでした。すごくうなぎだった。すごくうなぎやっぱり大豆の香りと値段か全体的にしょうがないよね。もっといっぱい作って、いや来年もしたらいいのに。でも1600円って言ってるな。送料がから1600円だったら普通に今もうなぎ普通に買ったらそんな感じ。ああ、うなぎ高いからね買わないけど、1分で完売したんだ。よく買えたね。そうなんだ。来年出たら食べるといいよ、みんな。食べるといいよ。